よーでは開始。私は才川光、小学4年生。今日は算数の授業で分数の足し算のテストが行われたんだけど、ん？お姉ちゃん何してるんだろう。私には同じクラスに双子の姉のひなたがいる。パパとママが学校にお願いして双子の私たちを同じクラスにしてもらったのだ。双子が違うクラスに配置されると宿題や持ち物、時間割が別々になり、保護者の管理が大変になるそうだ。そんなわけで最近では学校側にお願いして双子を一緒のクラスにしてもらう家庭が増えているんだって。パパママ見て見て、私100点だったよ。おお、ひなたはすごいな。さすがお姉ちゃんね。うん、テストが返却されるとお姉ちゃんはすぐにパパとママに100点の答案用紙を見せつけた。ここ最近お姉ちゃんは突然私よりいい点数を取るようになったのだ。だけど私はお姉ちゃんが家で勉強しているところを見たことがなかった。ひかり95点とかダサ。そしてお姉ちゃんは私より点数がいいことを理由にしきりにマウントを取ってくるようになった。何よ、お姉ちゃんの100点なんかまぐれじゃない。この日無性に腹が立った私は思わずお姉ちゃんに言い返してしまって、ふふん、それじゃあ今度の国語の漢字のテスト勝負しようか。それで優劣をつけようじゃないの。いいわよ、受けて立つわよ。気が立っていた私はお姉ちゃんにふっかけられた勝負をつい受けてしまった。絶対に負けないんだから。それから私は今度のテストに向けて猛勉強した。絶対に負けたくなかったのだ。そして迎えたテスト当日。はじめ。私は万全の状態でテストに臨んだ。うん、今のところはいい感じ。私は順調に問題を解き進めていったんだけど、ふとお姉ちゃんの姿が目に入った。そして驚いた。あれってカンニングじゃ。お姉ちゃんはクラス1の秀才男子杉下くんのテストを盗み見て書き写していた。信じられない。お姉ちゃんはカンニングをしていたのだ。ここ最近いい点数ばかりなのも合点がいった。そしてテストが返却されると、パパママ私また100点だったわ。本当にひなたはすごいわね。天才なんじゃないか。お姉ちゃんは今までずっとカンニングしたテストの点数をパパとママに報告していたのだ。パパママ違うよ、お姉ちゃんはカンニングしていたの。そして私は思い切ってお姉ちゃんの不正をパパとママに報告したんだけど。何言ってるんだ光、点数で勝てないからってそんな嘘をついて。自分のために人を貶めるなんて最低の人がすることよ。パパもママも全く信じてくれず、私は逆に怒られてしまった。違うもん、私見たの。お姉ちゃんは杉下くんの。証拠なんてないじゃない。勝負に負けたからって見苦しいわよ光。よし、それじゃあ日向には100点のご褒美をやらないとな。本当？嬉しいわパパ。全部カンニングのくせに。そして、わーい、お姉ちゃんは100点を取ったご褒美にパパに新しい運動靴を買ってもらった。 CM でもやってる早く走れるという噂の1万5000円もする最新の運動靴だ。私に買ってくれたのは在庫処分のセールで売られている500円のビーチサンダルだった。パパ私パフェ食べたい。おいいぞ、寄っていくか。いいわね。そして翌日。ひなたちゃん早い。今日の体育は徒競走。すごいよひなたちゃん。おいおい、将来オリンピック選手になれるんじゃないか。どうやって走ってるの。ひなたちゃんすげー早いよね。最新の靴を履いたお姉ちゃんはダントツで1位になり、クラスのみんなから称賛の嵐だった。光って何か得意なものってあるの。何よ、これだってカンニングみたいなものじゃない。自分だけいい靴履いて。その日の放課後。おかえり光ちゃん。ただいま。私が家に帰ると便利屋のアントンさんとアレックスさんが来ていた。パパが害虫駆除のお願いをしていて、ここ最近家に来てもらっているんだ。どうしたんだい、なんだか元気がないが。ね、私体育の徒競走で一番だったのよ。ひなたはスポーツでも優秀なんだな。ひなたは私たちの自慢の娘よ。お姉ちゃんは今日も学校の出来事を誇らしげに報告していた。
パパとママは大喜びだ。私だって頑張ってるのに。私は思わず家を飛び出してこっそり泣いた。悔しかったんだ。ひかりちゃん、どうしたんだい？え？だけどその時、今日の作業を終えた便利屋さんが出てきて。数日後、今日は社会のテストが行われる日だ。それでは。先生！私は手を挙げて立ち上がった。どうした、ひかり？今月の席替えがまだです。私のクラスでは必ず月に1回くじ引きで席を決めている。その席替えがまだだったのだ。ああ、そういえばそうだったな。先生忘れていたよ。じゃあ席替えをしようか。私の提案で社会のテスト当日、急遽席替えをすることになったんだ。私は学級委員長だった。じゃあくじの準備を。先生、これを使ってください。そしてすかさず私は家から持ってきたタブレットを取り出した。席替え用のアプリをインストールしてあるんです。アプリか。このアプリにはすでに全員分の名前と席番号を入力しています。ランダムな座席配置を自動で振り分けてくれるようになってて、そのアナログなやり方だと時間がかかっちゃうと思って。すげー、さすが委員長、用意周到だな。よし、それじゃ光のタブレットで決めようか。だけどこのタブレット、実はアレックスさんに借りたもので。数十分後、席替えが完了した。光、ありがとうな、助かったよ。いえ、いいんです。ふん、いい気になっちゃって。それじゃ席替えも済んだことだし、社会のテスト始めるぞ。そしてその後、予定通り社会のテストが始まった。よし、今日も張り切ってカンニングしちゃいますか。私はテストでカンニングをし始めてから人生絶好調だった。今日もいつも通り杉下くんの回答を盗み見てやろうとしたんだけど、右隣を見るとクラスで一番お調子者のたけしが座っていた。そうだわ、席替えをしたんだった。私は席替えをしたことを忘れていたのだ。たけしの回答は当てにならなかった。右はダメね。じゃあ今度はこっちよ。だけど、私の左隣には小学4年生にして全てを諦めた男、生粋の不良少年大竹くんが座っていた。そんな。そして私は自分が置かれている状況を理解して戦慄した。私の周りアホの男子ばかりじゃないの。そう、私は四方を成績が悪い男子たちで囲まれていたのだ。作戦は大成功ね。私は姉の周りにクラスワースト4位のメンバーで固めてあげた。ちょっと待ってて。あの時便利屋さんに事情を話すと、アレックスさんはすぐにこのアプリを作ってくれて、私にタブレットを持たせてくれたのだ。最初からどの席順になるかはあらかじめ決まっていた。お姉ちゃんのカンニングを絶対に阻止するための作戦だったのだ。どうしよう、どうすればいいのよ。私は焦っていた。カンニング頼みで全く勉強していなかったのだ。自力で解こうとしてみたけれど、一問も答えがわからなかった。私がいつも頼りにしていた秀才の杉下くんはあんなに遠くになってしまった。こんなんじゃ全然見えないよ。そんなことをしている間にも時間は進んでいく。とにかく何か書かなくちゃ。絶対に白紙で出すわけにはいかなかった。せっかくパパとママが褒めてくれてるのに。だけど自分ではちっともわからず、カンニングしようにも四天王に囲まれてどうすることもできない。そして私は、数日後、今日は待ちに待ったテストの返却日だ。うぎゃー、母ちゃんに怒られちゃうよ。私はいつもいい点数だったな。98点、まあまあね。私の点数はまずまずといったところ。お姉ちゃん。そして肝心のお姉ちゃんはというと、お姉ちゃんは何点だったかな。いつもみたいにいい点数なんだよね。え？そうかもね。案の定お姉ちゃんの様子がおかしくて、さあ早くお家に帰ろうっと。じゃあ先に帰るわね。結
結局お姉ちゃんははぐらかして点数を教えてくれなかった。あら、おかえり光。お姉ちゃんは具合が悪いみたいなのよ。お姉ちゃんはママにテストのことを隠してすぐ自分の部屋に閉じこもってしまったようだ。だけどその夜、家のインターホンが鳴って。0点。はい、この頃日向さんはすごく頑張っていたので何かあったんじゃないかと心配で。先生はお姉ちゃんのテストの点数を心配してわざわざ家に来てくれたようだ。0点って、日向どうしたの？何かあったの？いや、ちょっとあの日は体調が悪くて。不測の事態が起こって0点を取ってしまった私は、なんとか体調不良を言い訳にパパたちを言いくるめた。だけど次は失敗できないわ。数日後、今度は理科のテストが行われる。私は盤石の体制で挑むことにした。偉いわね、あんなに勉強して。光も見習わないとな。今回は完璧よ。消しゴムにペンに筆入れに、私は至るところにカンペを用意することにしたのだ。では理科のテストを始める。そして数日後、今日の私はこの前とは違うんだから。テストが開始されると、私は勢いよく筆箱に用意したカンペを見た。だけど、あれ？ない！消しゴムのもペンに隠したやつも全部ないじゃないの！用意したはずのカンニングアイテムが全てなくなっていたのだ。嘘よ！せっかく準備したのに！また0点！一体どうしたのよ、ひなた。お姉ちゃんはカンニングをしていたのよ！なんであんたがそれを！不正に気がついた私は、お姉ちゃんのカンニングアイテムを事前に回収していたのだ。パパとママに動かぬ証拠を突きつけた。ごめんなさい。お姉ちゃんの不正行為はこの時やっとパパたちの知るところとなったのだ。なんてやつだ、不正を行うなどけしからん。カンニングなんてして今まで私たちを騙していたのね。パパとママはカンカンだった。だけど羨ましかったの。え？双子なのに私だけ出来が悪くて。お姉ちゃん、双子だから何かと比べられることが多かった私たちは、いつからか姉妹でいがみ合うようになっていた。お姉ちゃんは私にコンプレックスを抱いていたようだ。少しでも差を埋めようと必死だったのだ。このままだとパパとママに嫌われちゃうと思って。それを知って私はちょっと反省した。私もごめんね、お姉ちゃん。双子の妹なのに一心同体のお姉ちゃんの気持ちを汲み取ってあげられていなかったのだ。光。パパとママも私たちに謝ってくれた。昔から何をするにも生まれつき光の方が優秀でな。日向に対して俺たちはずっと申し訳ないと感じていたんだ。日向が高得点を取ってくることが嬉しかったの。それから私たちは変わった。ここわからないの、教えてくれる？もちろん。ここはね、勉強は私が教えて、お姉ちゃんは私にスポーツを教えてくれるようになったんだ。私たちは一心同体、これからはお互いに支え合って生きていこうと思う。